前回は実家の片付けに侵される自宅でしたが、今日はまた実家です。どうも、自己流ミニマリストのリアルです。未だにこれどこ見ていいかわからない状態です。これ毎回言うてます。どこ見て喋ったらいいんですかね、わからない、実家の片付けも何回目かわかりません。また標準語になってるな。14回目ぐらいと思いますよ、多分。多分ってさっき起きました本当だったら家でまだ息子のご飯をね、野菜料理を作ってる予定だったんですけども、野菜食べさすの必死、起きて便活をね私しているんですけど、便活ね、何の話や、捨て活の一環ですよ。体の中の老廃物を捨てる便活。朝時間かかるんです。2時間。これ私言ったことあるかな、 YouTube で何回も。まあそのうちそんな動画もね作っていきたいかと思うんですけど、健康に関するね動画もいろいろやりたいと思ってるんですけども、需要あるかな。実家の動画が山のように溜まってまして。そうなの。もうそれ以外は今できない状況になっています。この時は特に、うん、その捨て活ね、体の捨て活をやって一番大事かも。野菜をね料理しようと思っていたら、私のスーパーおじまん、親戚のおじです、電話かかってきまして、毎日モーニングコール、もう電話かかってきたぜと思ったら、20分で迎えに行くぞってマジかと思って、まだもう何にもしてません。すっぴんやし、便出しただけ。まあそれ便出したらもう朝の仕事終わったようなもんですけどね。私胃腸の調子が悪いので、便を出すことにはね全力でやってますんでね、それがまあ終わってたら良いかってことで、昨日おじまんがね買ってくれた巻き寿司をもう喉詰まらせながらバンバンと食べて、息子に食べとけよっつって、息子はあんなまずいもんいらんっつって、舐めてんのかお前って朝から喧嘩しながら、恒例行事、化粧ババババババってやってババババって飛び出してきたんですよね。で今実家におじまんに放り込まれました。でおじは今この家の売却の打ち合わせで不動産屋に行きました。もうおじはねもう朝一番からこの家に来て、自分の部下にうちのね家具をなんていうの譲るあげるのに一回来てるんですよ。ありがたいお話。すごすぎるほんまに。80前の70半ば、スーパーおじまん、パワフルすぎてね、もう私負けます。乾杯。私のことね元気やなって言うんですけど、おじさんの方が元気で、犬の散歩3回行きますでね、一緒にいると元気になれる。いつもねあれ食べろこれ食べろっつってね気遣ってくれるんですけど、そのおかげでね片付けダイエットで嬉しいんやけどね、痩せられたね。3キロの体重がねもう戻りました。今はまた痩せた。ほぼ戻ってます。いつも言うてる。それなんでかっていうとね、体重変動激しいです。炭水化物の嵐ですよ。うどん食え寿司食えね。ほんでご飯だけやない、コンビニとか寄ってはね、こういうおじは完全に甘党です。朝からアイスよ。こういうお茶とかあんまり飲まないのね、甘い飲み物。そして痛風とか言うてたけど、これ好物らしい。これこの間も食べさせられましたよ、コーヒーゼリーのね、この甘いの。そしてまだありますよ、これアイスモナカかアンパンかね、アンパン。昨日もおじさんの家でこれ食っとけ言われてアンパン出されて、もうね目の前に出されたら食べてしまうんですよ。私断れない。もうねコレステロールが高くて薬飲んでますから、先日やめた。ダメなんですよ本当は。なのにもうね節制せなあかんのに、最近炭水化物とこの糖分の嵐で体重は戻るわ、ちょっとコレステロールも心配になりつつ、また心配や、ちょっと勘弁せよって感じなんですけど、今日もこれコンビニで買い込んでて、これ冷蔵庫で冷やしとけよ言うて置いてね。私は甘いの苦手、てきましたよ。食べますけどね、不動産屋へ。私は留守番どうしようこれ、冷蔵庫とりあえず入れますかおじの命令なので。命令ではない。まあそんなことはさておき、実家の片付けはもうねあっという間に終わりっていうか、あっという間に進んでおりまして、その様子をね動画に収められないのは本当にね残念なんですけれども、今からルームツアーして記録しときますかね。なんかこの間やったような気もするけど、まあとりあえずおじがいない間に記録しときましょうかね。今日の予定をそれで確認しつつ家回りたいと思います。ルームツアーしながら頭整理します。はい、ではね冷蔵庫にこの私を太らせるこの食料を、餌とも言う、入れましょうか。それでルームツアーも兼ねていきますね。あと、この冷蔵庫には私が隠し持っているチョコのビスケットサンドもあるのです。どうしよう、前田製菓の。それはぼちぼち食べていくとして、新リサーチね。トマトジュースぐらいはね飲んでもいいかと思うんですけど、はい、切って母が取り寄せたやつ。こんな感じでほぼ片付いてますよ。この下もこっちの棚も
空っぽで、電化製品なんかはちっちゃいのはね、おじが持って帰るみたいですね。冷蔵庫はどうしようかなっていうところで、今のところおじの知り合いに、でこの辺のタッパーは食器を入れて持って帰るつもりでいます。食器が片付いたらもう捨てるつもりでいます。でこの辺はね、処分に困ってる、流しちゃったものもあるんですけど、薬品とか薬剤とかそういうのが今残ってるんですけど、何かに染み込ませました。換気しなあかんね。家が広すぎて換気するのも一苦労なんですよ。換気もしつつでいきますか。一人暮らしなのに、はい、ここには食器、一人には多い食器棚から出した食器、これいつもごめんなさいね、ルームツアーするときね、すっごい揺れてて確認してないから、この酔う、カメラ酔いする人いると思うんですけど、2ヶ月半後に編集してあちゃーって、はい、食器棚も空っぽ、全部出しました。そしてこの上ね、この上にほぼ食器ですけど、食器を並べて整理中。そしてここはもういらない布団類、これ整理しました、綺麗に整理したでしょ。ゴミをこんな綺麗な状態にしてますからね、趣味です。ゴミをもう美しく、それが私のやり方、私のやり方ってそんな偉そうに言うもんでもないですけど、リアルスタイル、これが私の片付けの美学もっと偉そうになってるやんね、はい、こっちにもあるわ、タオル類と布類もこれの3倍ぐらいありましたよ。カーテンか、これもいらないやつ。ここにも食器、あ、そう、出してないやつここにもある、ちょっとよそ行きのやつ、下は全部空っぽですけど、この中のやつはここに固めてある。だからここと、ここと、ここの一部に食器があるので、思ったよりは少なかったですね。もうあげたり捨てたりしたものもあるから、だいぶ少ないですけど、これをどうするかっていう、ね、持って帰ってるし。感じですよ。はよ、売らな。布団類ね。これどうするんかな、わかんない。ちょっとここ開けますね。わー、酔うって。はい、ここに吹き込むスペースあったので、初めての方に説明します。1月の末ぐらいに母が認知症になり、4月から息子と共に田舎に引っ越してきました。夫は単身赴任中です。母は左高樹に住んでおります。簡単に言えばそんな感じ。実家の片付けは4月から。おじは6月に登場です。閉め忘れたのか、おじが開けたのか知らんけど、開いとるよ。下噛みそうやった。はい、ここは。ここのゴミもだいぶなくなった。ダンボールとか新聞とか捨てるものと、捨てる時に使うビニールとか包む新聞とかをまとめてる。でここは私が持って帰って使うものと、結局捨てた、母にいるかどうか確認して捨てるかどうか決めるっていうね。布団類とか傘とか、傘もねちょっとだけうちに置いとこうかなと思って、本当はね持たんようにしたいとこですけど、あるからね。この映像は6月6日かな、置いといてもいいかなと、これから梅雨やし。でこの辺洗剤ね、使うやつ、洗剤いらんねやけどね、家で使おうかなと思って。でこの辺もね、もうだいぶすっきりしたでしょ。ほとんどもうあげたり処分したり、なんか知らんまに。この辺はね、母がいる施設に左高樹もうね寄付しようと思って、昨日ね電話したらひな人形とかももらってくれるっていうから、この辺のねショーケースに入ったこんなやつとか兜とか、こういうのも持って行ってみて、もしいらなかったらまた持って帰って捨てるっていう風にねしようかと思って、額縁の絵とか、おじがいるからできる技、いますよ、はい、おじに感謝。ではちょっと靴をギュッと絞って、はい、次マジックテープね、玄関はもうこの中も全部空っぽにしたので、動画あるよ。この辺のスリッパはお片付けのお手伝いの方がもう来なくなったら処分ですね。ちぐはぐのスリッパ、はい、早捨てたい。私が持って帰ろうと思ってる食器とか、母の施設用、私が食べようと思ってる食料とかですから、これもおっちゃんの、朝コンビニで買ってきはる、おっちゃんの食料で、これは私が一応持って帰ろうと思ってる結婚式のビデオ、もういらんねんけどね、もう一応持って帰ろう、持って帰って捨てました。ここはもうゴミ、廊下はゴミ置き場になってて、ね、おじがチェックして捨ててくれます。廊下はゴミ、使えそうなものはもらってくれる。ベープマットをつけとこうか、虫が多いからね、田舎には必須のベープマット。田舎は虫が多くてかないませんわ。もう息子はもう早く都会に帰りたい言うてますわ。私も早く福岡行きたい。こんな感じ、再三言うてますけど、老後は夫と福岡に行くのが夢です。あと洗面所、もう何にもないですよ。もう掃除道具とか捨てなあかんの違うか。おじとその友達たちが全部こういうの捨ててくれました。後にしよう。みんな神様。洗面所もすっからかんですよ。もちろん動画あるよ。はい、次上。どうしようこれ。迷わんといて今日も酔うわ。ごめんなさいね。目線回しといて。ルームツアーっていうより私の目線を再現って感じやね。まあ換気も一部でいいや。もう全部やってたら大変。完璧主義はやめよう。どっちみち最後閉めるときに確認して回らなあかんねんけど、まあ後で気づいたらちょっとずつ開けていこうかな。ここもおじ開けたまま
私が機能締め忘れたんかもしれない。認知症予備軍。この辺の絵もね、まあ王子が持って帰るって言ってるのもあるし、全部持って帰ってた。施設に寄付しようかなと思ってて。王子の家にあったわ。まあこれゴミでしょ。これも段ボールね、ゴミ。これも網戸が外れてんのそのままになってる。家壊れていくっていう。気になってこの後直しました。雑に扱ってるんで。てかガタ来てんねん。これね、父の。はい、面白いの紹介します。レコード。いっぱいあるんですよ。多分だいぶ処分して残ってるやつ。アンダーサックスパッション&ムード。渋い。ダンシングヒットミュージック。ほんなん聞きたい。興味ある。聞きたいけどもうレコードの聞く機会がもうないわ。とっくにない。なにこれ、民謡とかね。こんなん売れるかな。全部セットで。ギタームードとか聞きたい。聞けるもんなら聞いてるわ。聞きたいけど、これすごいでしょ。父は音楽好き。これコレクションで、これセットでヤフオクとかで売ったらどうやろ。ヤフオクは2回ぐらいしかやってないけど、ね、ちょっと苦手。これ良さそうなんですよ。こんなんなんかいいでしょ。いい。私こういうの嫌いじゃないんでね。好きと言え。いいなと思うけど。聞かな分からんけどね。置いとこうとも思わへんし。思わへんのかい。まあ聞かれへんもんね。レコードをね、聞く機会を今から調達する気もないから、もう売るしかないんですけど、見て、これ。おしゃれや。思い出のアカデミー主題歌集やって、いいじゃないですか。ムーンリーバーですね、ムーンリーバー。父が好きでした。多分。父が恋しなる。父が亡くなって5年です。なんかこれ、子供のレコード？こんなレコードあったの覚えてない。クラリネット壊しちゃった。なんかこの歌よく思い出すんですけど、聞いてたからか。からもらって、クラリネットってやつかな、わからんけど。はい、ここベッドのマットだけ。何にもないっすよ。え、何もないことない。あれとこれがありますけど。あれとこれで片付いたでしょ。ほんまに。そこ開けますか。これ早くね、ここまでね、皆さんにお届けしたい。リアルをリアルにリアルタイムで。まだまだでしょ。今編集する暇なくて投稿してるのがね、ちょうどね5回目ぐらい。今日14回やからね、9回分溜まってますから。今も2ヶ月半。9回分 ?10 回分分からへんけど。溜まっております。ここ、昨日ね、布物とか、アクセサリーとか、ちょっと持って帰ったりしたから。自宅カオス。かなりスカスカになってて、靴と本が残ってる。これも持って帰ろう、今日。本はメルカリ出してるよ。服も持って帰ろう。自宅がすごいことになってますけどね、今。公開済み。もう、マキシマリストかっていう状態ですけど。お部屋かっていう状態。ここをね、昨日片付けてってる最中で動画に収められてないんですけど、おじさんいたから。おじさんいる前でできないし、 YouTube 撮影は昨日ね手をつけてやり始めちゃって、で今中途半端な状態で止まってます。これをねやろうと思ってますよ、この後で。ここ服ね、ここの分とこことここ、これをもう持って帰ろうと思ってますよ、自分の家に。とりあえずはカオスがよりカオス。どうやって保管しようって感じですけど、まあ置けるのは置けるんですよ。家具がほとんどないんで、ね、うちに。準備は OK だけども、どうしようっていうね。畳んだらシワになるけど、まあええかっていうね。母には言えない。そんな状況です。ほんで昨日ね、ここの後回しになってた押し入れ、クローゼットやのものを出し始めて、うちのおじと背中押された。この奥のね引き出しの中とかはまだ見てないんですけど、多分着物ね、業者読んだよ、いっぱい入ってると思います。売れたのほんのわずか。この辺もね、これ着物、下ねひな人形、これはもうあの施設にね母が入ってるところ、寄付ですよ。季節ごとに飾り物してるから、うん、ほとんどがひな人形類。そんな感じ。これもひな人形の7段飾りのねやつやし、これめっちゃ重いの。はい、でここはこんなんね、ここまで減らすの大変でした。はい、これは過去動画あるよ。引き出しの中に入ってたやつを見える化するためにここにかけたんですけど。見える化大事。見える化して間引いていくなんていう作業をここではもうやってられなくなりました。おじと一緒にねバタバタやってるんで、だからもう家に持って帰りますよ。家にとりあえず持って帰る。1ヶ月で家を空にせなあかんから、はい、家を売りたいとおじに相談したらすぐに決まりました。はい、じゃあ今からここちょっと片付けようと思います。2階の踊り場、1回切ります。はい、ではもうささっとやろうかな。やっと片付け。あれ、ヘアクリップどこ行ったんやろ。知らんがな。ヘアクリップ、暑い。ちょっとひんやりするとか思ったけど暑いわ。ヘアクリップ取りに行く時間もったいないから、もうやっちゃいましょう。時間節約するにはあんまり動かないこと。これで取れてるのかしら。これね、いつも気にしてますけれども、たまにこうやって確認しとかないと全然取れてない時あるんですよ。そん時のショックたるや。あ、腰が痛い。床に座って作業するからね。よいしょ。はい、声出さないと座れない。行きますよ。あのね、アイロンどこ行った。
ったんやろと思ったら、ここにありました。これ古いのかな。アイロンいいのないかなと思ってたんです。うちにあるアイロンとどっちが古いんやろう。もう動画に上がってますけど、下の階の物置にあるのかなと思ってました。91年生って。そしたらこんなとこに。めっちゃ古いですよね。古くてちょっとがっかり。いらんかな。それはゴミやね。うちのアイロン、そのアイロンかな。ティファールのね、マスクにアイロンを当てる動画で使ってたやつです。91年よりは。新しいと思う。普通に使えてるけどね。スチームのすごいやつ買ったから。何よ、これなんか入れてっか。常に間引きながら全出し。なんか部屋ゴム出てけへんかな。この辺のパンツのゴムで紙くくっときますか。そんなんは何にもこだわらへん人。輪ゴムでもええねん私。無駄な動きはやめます。運動と思ったらええんやけどね。時間ない時は動かない。部屋の換気も自分がいるとこだけ。完璧主義やからね、完璧求めて全部やろうとするんやけど、それやってると体持たない。あれ、ここにもある。なんだ？はい、二代目。これは綺麗ぞ。なんかちょっと小ぶりやね。スチームアイロンって。あんまり使ってる形跡がないんですよ。10年生 ?2010 年割と新しめ。スチームアイロン？何をいちいちスチームアイロンって普通のアイロンのことやね、スチームアイロンって。そうやと思う。なんでこれ何個もあんの？母だから。え、まだある？ん？驚くなかれ？え？アイロン3つあるんやけど。はい、3つ目。ほんまやん。掃除機5つ持ってたんやから。アイロン3つで驚くな。え？アイロン3つ？期待を裏切らないババア。2003年生。もう笑うしかない。でも多分この古いやつを使ってたんやね。これが出てるから。あとは無駄遣い。アイロンなんかめったなってへんと思う。結局いらんねん。なんじゃこりゃ。なんじゃこりゃーですよ、ほんと。え、どうする？どうするってメルカリで売れたら売って売れんかったら捨てる。うちにあるのティファールのアイロンで。さっき聞いた。なんかね、ここのね、汚れが気になってて、こう白いね、シャツとかアイロン当てたらね、汚れがね、移ったりするんですよ。あれ、アイロンクリーナーみたいなやつやって、他のなんか、いらん布とかをアイロン当てたりとかして汚れ取ったらいいんやとは思うんですけどね。いらん布はない。スチームだけのやつとかはちょっと欲しいなと思うけど。それ散々悩んで買った。まだ使ってない。売れるんかな、メルカリで。まだ調べてない。メルカリで売れるかどうかをね、検索するのも、ね、誰かやってほしい。アイロンドライヤーやって、アイロンとドライヤーと一緒になってるやつ、こんなんもありますよ。はい、アイロン4代目。すごいな。4代目やで、もっと驚けよ。大変だぞ。リアクション薄。も私ね、山のように出てくるんで、もうバンバン捨ててるんですけど、こういうの。こういうのではわからん。こういうの。2回言うたな。めっちゃある。あちこちから出てくる。これいっぱいあるよ、ここに。封筒でしょ？ポチ袋でしょ？山ほど捨てたのにまだある。ご祝儀とか香典の袋ね。現金書き留めの封筒とか束で出てきて、もうね、封筒とかだけでお見せできそう。はい、新聞はあちこちに引いてある。新聞。あ、腰が痛い。毎日頑張ってたからな。ゴキブリのやつ。それもワンサカあったな。山ほど出てくる。多分古いのを捨てないで新しいの足していくんやと思う。封筒とかもね。だからいっぱいある。輪ゴムもね、もういらんけど。古い輪ゴム汚い。とりあえず出しましょうね。とりあえず全出し。見えないしね、そこから。映ってるかどうかもあれですけど、これは何？なんか予想もつかんものを開けるときはドキドキする。すごいの出てきましたよ。なんかすっごい昭和。栄冠ってカタカナで書いてある。すごいレトロなおっさんが写真で写ってる。何これ。一目見れば簡単にできる栄冠の正しい使い方。あー、なんかボケ防止ちゃうの。これこんなんうちの父がなんかしてた。メルカリで売ったら思ったけど、認知症予備軍の私が使ったらええんちゃう。手や脳のトレーニング。なんか父こんなん好きやったな。指体操とかよくしてた。すごいよこれ見て。これ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 。なんか社会科の教科書みたい。映ってんのかしら。映ってるけど、もうちょっとアップにして。これインカメにしないとやりにくいな。やっぱりアウトカメラ広角にしてね。そう、それだから分かれへんの、大きさとかね。なんかすごいのが出てくるわ、次から次へと。ちょっとインカメにしましょう。その方が撮ってる時もみんなとやってる感じになれる。はい、インカメにしました。あんまり変わってへん。この方がやりよいな。やってる本人はね。あとこれなんかね、ランチョンマット紙のコースターと。どうしよう。これコースターは捨てた。こんなあってもいらないんけどな。ランチョンマットはメルカリの包装にでも使おうと思って置いてあります。捨てる？写真撮って捨てようと思ったんやけどね。うちのね、
母がやってた、母というか両親ね、私が幼稚園の頃、レストランのコースターとランチョンマット、もうだからかなり古いんですよ。何十年も経ってるんですけど、あんまり傷んでないんでね。思い出に写真だけ撮っときますか。こういう封筒とかね、いっぱい出てくるんです。ここに全部出そうかな。さっきもまとまってるのありましたけど、あっちこっちから出てくるんです。なんかこれ多分カピカピになってる、あのウェットティッシュいっぱい出てくるんですよ。もうこれももう掃除に使ったらええわとかね思ってたんですけども、捨てる脱脂麺とかね一部使ってます。もう溜め込んで家にずっとあるのが嫌もん。腹立ったら捨ててる。そんなね、見るたびに腹立つから。掃除も、掃除嫌いやから私、掃除もそんなにしないし、よく誤解される。綺麗好きだしいつも掃除してるんでしょって言われるんですけれども、私は掃除は大嫌い。片付けるのだけが好きなの。汚いしてる。普段の掃除は、ね、こんな感じ。ペーパーで手拭いてるんですよ。お店のトイレにあるやつ。手洗った後。で、その手を拭いたペーパーをちょっと干しといて、置いてあって、汚れたとことか拭いたりするのに、その一回手拭いて乾かしてあるやつ、まあまあ、ハンガー置きでもいいんですけど、それでね、ピッて拭いたり、落ちた髪の毛を取ったりとかして、ピッて捨てるっていう風にしてて、それでも十分なんですよ。キッチンも洗って使えるキッチンペーパー、それをね、手拭きにして、掃除あんまりしないから。台拭きにして、最後床拭きます。2016年有効期限の靴下のカイロ。これも期限が切れてるし、捨てる理由付け。きっちり理由つけます。期限が切れてるし、普通にカイロとして使えるか知らんけど、そんなこと言ったっていっぱいあるから、ね。新しいカイロも3箱ありました。全部置いといたら本当大変。うちにもあるからね。ストレス。年々ストレスになっていきます。今ね、母が言うんですよ。こんだけ物溜め込んどいて、捨てるな捨てるな言っといて、今頃になってね、早く処分しろ、早く片付けろ。早くメルカリで売ってしまいとも言います。うるさいんですよ。ほんでね、いつもせかされます。あれ持ってこい、これ持ってこいって言う割には、なんかいろいろ持っていてね、文句が多いから、いっぺんに持っていて選んでって持っていくと、こんなに持ってきたらストレスやってね、周りの人に言うんですよ。娘がこんないろいろ持ってくるから、私ストレスやとか言ってね。ほんま鬼かっていう。もしくは姑の嫁いびり。認知症やからそんな風になってるに違うんかって、かわいそうやから許したってみたいな感じに思う人いるかもしれませんけど、元からそういう人です。残念ながら。まあ多少ね、ひどくなってるのはあるかもしれないけど、認知症で。元からそういう感じの人です。私は40運年その人の娘してます。物心ついた時から振り回されております。感情が無になってる。もう、そういう人です。もうね、諦めの境地なんですよ。もう感情を無、うん、そうしないとやってられない。おむつね。私の布おむつ。しかも山盛り。感情が無。もう驚かないで、こんなことで。驚いてよ。うんて。なんか新しいのいっぱい出てきたけど、これおっちゃんいるかもな。スーパーおじまん。私のスーパーおじまんね。私のおじ、スーパーマンのように私の前に現れて、私を助けてくれる。すべてやってくれる。すべてやってくれるって便利やん。スーパーマンと掛け合わせて、スーパーおじまんと命名しましたけどね。ヒーローですよ、私の。うちの母はね。はい、次、母。髪の毛も銀髪なんですよ。ロマンスグレーというよりはもうね、銀髪白髪でね、サラッサラのツヤなんですよ、髪の毛が。で、この間も公園でね、髪の毛をわーってボサボサになってて、結び直してって言うから結び直してあげたら、もうね、もうサラッサラで結び直せない。風の中でもうバサバサってなって、サラサラやね、ツルツル落ちていくんですよ。でもね、絹糸みたいやなっつって、シルクやなっつって、であだ名をねつけてあげるわって、うちの母にマダムシルクっていうね名前をつけたんです。うちの母定着してないけど命名しますって言って、ちょっといいでしょ。でうちの母にねマダムシルクつけて、そのノリでね、うちのおじにもねスーパーおじまん、略しておじまんっていうあだ名をつけましたよ。本人には言うてませんけど ね、うちの夫はまだありますよ。もう常にね私の前に突然現れては、私の心を我が家をかき乱してじゃって帰っていくんでね、嵐を呼ぶおっさん、約10歳年上で す。嵐を呼ぶ男、石原裕次郎みたいなもんではない、えらい違い。嵐を呼ぶおっさん、そしてうちの息子は
でっかい2歳児。そして私の敵。あだ名つけるのうまいでしょ。後半ディスってるだけ。でっかい2歳児。でっかい、無駄にでっかい2歳児。そして敵。こんな定規出てきた、長い定規。こんなんいるかな。いらんと思うけどな。もういらんと思うよ。どうなん？おじなら言うで、ぶち掘ってしまえって。要塞にしひんしな、30センチあるしな、家にも捨てよう。ようやった。そして私は、あだ名まだ続いてる。片付け変態。ということにしておきましょうかね。はい。すべてにあだ名つける女。ね、この YouTube の流れから、片付け変態がいいかなと。割と気に入ってる。思います。ごく妻とかごく母もあるよ。見てくださいこれ。暗いね、ここ。加工して明るくしたから。こっちからの方がいいかな。いけるのに。こうの方が。今見せかけたやつの中身、気になるやん。ちゃんと話途中になってるの思い出して最後まで説明してや。はい、これ引き出し違う、棚の中。あ、そうや、こっちにも棚がある。おー、気になる。ここの棚の中は出したんですよ。この上にちょっと整理していきますね。はい、来たか。これも出てきたんですけど、なんじゃいな。ゴムとかこの要塞のこういうグッズっていうか、100均で買ったような、これ父がね多分揃えてたんやと思う。うちの父もものすごいマメな人で、ほんで意外とリアルミニマリストなんやけど、100均とかでこういうの買うの好きでね。割と安物ばっかり。いっぱい買い集めてた工具とか、こういうあの要塞のやつ100均でね、なんかいろいろこだわりがあって、ズボンのね裾上げとか自分でやって、こだわりのねやり方があるんですよ。でそれをねやってた。そういうのはねいっぱい買ってはりましたね。これ全部捨てたんやけど、おじが欲しかったって。別に本人ミニマリストなわけじゃないからね、物を買わんとこうとしてたわけでもないから。父の話ね。でそういうのはありますよ。なんかもう、はい、ここやってきますからね。ボロ切れがいっぱい出てきますよ。はい、もうほぼゴミやからスッとできると思う。なんかあかん、動作鈍いでしょ。全然なんか片付け動画を出すレベルではないんですよ。誰も期待してへん。なんでこんなボロ切れがいっぱい出てくるんやろ、こんなとこから。家中から出てくるから。説明書、まあ、ここ入れとこうか。多分この洗面台の説明書ですね。それは洗面台の引き出しにそっとしまっときます。なんか掃除してあるのかな。ボロ切れでね。ボロ切れはもうポイポイしてます。なんでしょうこれ。なんで洗面台の下からこんなおしゃれビーズが出てくるんでしょうね。おしゃれビーズって書いてあんねん、これ100均のやつや。もういらんやろ、私ももう要塞してないし。あー、これな、私が、あの、松ぼっくりに、いろいろね、細工して、飾りを作ってたんですけど、それに使ってた、100均のマネキュア？なんで母が持ってんねやろ。また私が捨てたやつをゴミ箱から拾ったんですよ。ね。その、ボンドで松ぼっくりにつけて、このパールをね、これです。こう、雪が降ったようにキラキラってなるようにしてたんです。もうこれ、このまま捨ててやろう。これどうするんやろ？このおじに聞こう、この、マニキュアはどうやって捨てるんやと。おじに聞こう。困った時のおじだのに。完全にゴミ処理担当になってる。もうおじにできないことはない。確かに。ほんまに。マジで。ほんまおじにできないことはない。もう怖い怖い。もう何が出てくるのか怖いもん。ビニールに、掃除道具か、これ。もうこういうのがいっぱい出てくる。クイックルワイパーのシート。ほこりっぽい。そして、湿気取りに、これは何？なんか新聞丸めてこれ。なんなんこれ。なんなんこれ、新聞丸めてるやつ。意味がわからん。理解できない謎のもの。そして新聞。ゴキブリのやつ。なんか、中から薬品が出てこれ、染み出てる。もう触りたくないよ。トラウマになってる。触りたくないよ。ジーとの遭遇は過去動画へ。はい。これ何？ただの袋。はい、こんな感じでした。最後あっけなかったね。ちょっとゴミまとめようかな。ちょっとこれお楽しみいただけたでしょうか。騒がしいですけれども。この上から。さあ次はどうする。取りますか。今日の動画はここまで。次回はこの続きから。お楽しみに。本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタン、コメントもお願いします。Twitter、インスタもやってます。それではまた。